はい、どうも、ピクスヨスです。今回紹介するミカですね。今月発売のトピカですね。2019年3月発売のトピカです。あれ、この間2月の紹介したばっかなのに、もう3月か。早いな、1ヶ月。ですね、113番ってなんだろう。ちょっと見えねえや。99番は、シエンタが廃盤になったのか、わかってます。とりあえず、開封していきましょうね。全部開けちゃうかな。これで全部。いや、まあ、後ろにもありますけどね、楽しい新幹線輸送トレーラーセットというね、なんだそりゃというね、セットもね、あります、今月は。まあ、まずはね、99番の方から見ていきましょう。99番、ピザーラデリバリーバイク。なんか、噂によると、これ本当はジャイロっていう、あれで発売される予定だったらしいんですけども、どうやらデリバリーバイクとしか書かれてませんね。まあ、イラストも、それっぽいですけどね。まあ、上にはピザーラジャパン、のね、ロゴがありますね。でも後ろよく見てホンダの書いてあるんだよな。じゃあやっぱホンダジャイロなんですかね、これは。でピザーラのバイクというのはね、やっぱりホンダジャイロ、あのスリーターと呼ばれてるこのバイクがね主流だと思います。最近ではね、ギアとヤマハギアとかに変わりつつありますけどね。中はこんな風になってますね。本体がすごい折り曲げてある。でも可動箇所はないですね。でフィギュアもなし。なんか前から見るとすごい太って見えますね。でまあシール、あの上りにつけるシールが入ってますね。これがその上りなんですけどもね、よくわからない。このトミカよくわからないですね。まあちょっと後でやっていきたいと思います。まあで、トヨタハイエースですね。2006年に、トヨタのハイメリック級車が販売され、まあその前に、まあ多目的車としてね、販売されたハイエースですけどもね、多目的車でなぜ販売したのかが全く理解できませんが、それから約12年ですか?2005年か2006年ぐらいに販売されたと思うんですけどもね、それが。ついに通常のトミカとして販売されましたね。まあもう後期型にはなってしまいましたけどね。まあ見ていきましょう。てかさっき全く紹介し忘れてたけど、トミカニュースが入ってますね。トミカニュース、出川哲朗の充電させてもらえませんかの B のはですね、今日発売ではなくてですね、3月30日発売のようなんでね、とりあえずまあよしとしましょう。なんて一緒に販売しないかな、めんどくさいじゃんね。まあこちらになりますね。結構よくできてる感じはしますね。まあ後で見ていきたいと思います。でこちら通常版ですね。あれ、通常版は福袋なし。なる、そうなる。で、ミスト、ハイパーミストブラー発射、那覇市消防局ですね。まあ、いろんなアクションがありますね。長えな。で、後ろにはイラストとともにね、
ハイパーミストブロワー車、正式名称自走式大量噴霧放水大型ブロワー車は、噴霧放水によるミストを秒速39メートルの風を発生することができる大型ファンで遠くへ飛ばし、火災現場の冷却効果や誘導ガスを撤去する機能などを搭載した。平成29年に那覇市消防局が全国で初めて、整備ここ配備した最新鋭の消防車両です。自走式大量噴霧放水、長いんだよ名前が。リモコンでの遠隔操作ができるため、高層化や大規模化が進む宿泊施設、商業施設、海底トンネル、アーケード施設など隊員が近づけない危険な火災現場や従来の消防車両が入ることができない狭い場所の活動が可能です。当社は自走式の車両ですが、火災現場の近くまでは、重機搬送車で搬送するため2台セットでハイパーミストブラー車となります。2019年3月現在となってますね。まあイラストもなかなかかっこいいですね。開けていきましょう。あ、このこれが入ってるのね。あー、こういう感じね。なんかステッカーじゃねえわ、シールが入ってますね。あ、すげえ、これはすげえ。ちゃんとあの荷台の部分にこれ貼れるようになってるっていう、なんかサーチライト的なのも再現されてるし、あ、しかもちゃんと消防署とかも再現されてる、すげえ。5番なんだこれ、ライトみたいなやつかな。なんかいろいろ再現とか貼るとこもありますね。へえ、なかなかかっこいいですね。ちゃんとできてますね、これも。面白いですね。まあ、あと見ていきたいと思います。開封だけでね、6分近くかかってしまいましたね。6分以上かかってしまいましたね。これはまずいですね。では、まずピザーラのバイクから見ていきたいと思います。こちらですね。ピザーラのバイク。まあ、ホンダのライセンス許可が出てるんで、ホンダのジャイロベースで合ってるみたいですね。ただ気になるのは、なぜかピザーラのデリバリーバイクとして販売されてますね。なんでですかね。で、昔発売されたピザ屋のバイクはピザーラでもなくて、普通のピザと書かれている、スリーター風のスクーターでしたね。どこのメーカーとかは特になかったですね。今回はちゃんと、まあ名前こそ書いてませんが、ホンダジャイロとして販売されてるようですね。で、その過去に販売された方はフィギュアっていうか、ドライバーの、フィギュアがついてきたんですが、今回はそういうのはなくて、なぜこの、台座と上りという謎のやつですね。まあ、こんなところですかね。全く意味がわかんないんですけど、こういう状態でなんか販売されるようですね。まあ、よくわかんねえな。何のための台座なんですかね。あれなんですかね、何でしたっけ、ビルトシティに組み合わせることができる感じなんですかね。よくわかんないです。では続いてね、見ていきましょう。トヨタハイエースですね。こちらがトヨタハイエースですね。黒いですね。かっこいいですね、なかなか。まあ、ハイメリック救急車のモデルはトヨタは200系ハイエースの前期型になるんですが、今回、トミカになったのは200系ハイエースの後期型というものになりますね。まあ、そんな違いはないわけじゃないわ。フロントグリルを見ればね、一目瞭然ですね。で、サスペンションのアクションしか今回なくなってしまいました。今まであった後部ドア開閉のアクションがなくなってしまいましたね。ちょっと残念ですね。まあ、でも、なかなかかっこいい一台となっているのがいいですね。で、初回限定版なんやこれという感じなんですけども、トヨタが公式で販売したのかな。ただ、フォルクスワーゲンのバス、バン。あれ風に、塗装とか、いろいろしたモデルがこれになります。まあ、詳しいことは僕も知らないですけどね。初回限定も一応買いましたけど、そんな魅力的かっていうとそうでもないですね。これに関しては。逆にこのキャリアを設置したせいで後部ドアが開かなくなった説もあるので、ちょっとそれは残念だなという感じがしますね。まあ、いろいろ、ライトもね、クリアパーツ使ってたり、これ一応部品違うのかな？なんか、ちょっと印象が違って見えるんですけどもね。
まあ、ライトがクリアパーツ使ってるっていうのは結構ポイント高いんじゃないかなという感じがします。で、最後の1台ですね、こちらですね、ハイパーミストブロワー車というやつですね。ハイパーミストブロワー車とは一体という感じですけどもね、先ほど説明した通りのようですね。僕も消防マニアやってますけど、この車両に関してはよくわかんないです。多分総務省消防庁がね、無償対応した車両だとは思うんですけどもね。で、まあ赤色灯、ランエボパとかとかね、なんだっけあれ、スーパーアンビュラスについてるタイプと薄型赤色灯ですね。なぜこれにしたんだろう。まあではね、さ、せっかくなんでね、こうシールの方貼っていきたいと思います。なんかちゃんと奥の部分がこうなってるのがそうですね。那覇 SW2 の、表記がありますね。那覇消防局の那覇に SW はね、重機運搬車という意味でしょう多分。運搬車の方はこんな感じですね。続いてこっちのミストブロワーの方ですね。こんな風になりますね。では見ていきたいと思います。まずこちらですね、重機運搬車ですね。ですね、那覇消防署重機2の表記がありますね。で、まあ、ちゃんとね、字がね、これすごいです。レーダーのところも再現されてますね。で、横はこんな風になってますね。で、N をモチーフ、那覇の貨車文字の N をね、モチーフにしたね、稲妻的なやつが、再現っていうかありますね。で、後ろはこんな風になってますね。これでこういう風に下ろすことができるみたいですね。横はこんな風になってますね。で、重機搬送2の表記がありますね。で、こうしてると、こうやって下ろすことができると。で、こちらがブロア部分ですね。ブロア部分がこのように稼働します。で、まあ、同じやつがね、ありますね。で、後ろには那覇消防局。これが多分ホースをつなげるとこだと思うんですけどもね。すごいですね。本当はこれあれじゃないのかな、なんだっけ、アウトリガーとかでこういう風になるやつじゃないのかな、よくわかんねえけど。まあいいや。まあせっかくなんで並べていきましょう。まあ今回のトミカはね、まあなかなか、なかなかって感じですね。まあ今回ね、トミカね、なぜハイエースという感じでありながら、なぜピザーラ、なぜ那覇消防っていう謎の組み合わせですね、今回。まあ、いつもそんな決まった組み合わせではないんですけども、なんでこのハイパーミストブラー車とっていうなんか謎な消防車両を製品化しようとしたのかなという感じはしますね。よくわからない。ピザーラもピザーラだな。なんだこれ結局。いやー、よくわからないですね。まあこの辺で終わりたいと思います。ご視聴の方ありがとうございました。鑑定しまった。また次回も見てください。それでは。